い、皆さんこんにちは、井野選手です。さて今回はなんと YouTube チャンネル登録者24万人記念、24万円分オリパ買ってきて開けちゃう企画よ。気が狂ってる、マジで気が狂ってる。皆さんここに見えてるだけでなんと24万円分のオリパです。と多分ね、20シグとかが入ってるよとは書いてありました。こっちの上の列がこれ3万円、3万円分のやつが 5パックと、下これが2万円分ですね。19,300円、これが、5パックとなっております。一休さんっていうあのカードショップ結構有料店舗なんですけど、そこで買ってきてるので、まあ、19さんにちなんで19,300円、一休さんの、オリパですね。これをまさかの24万円分、いや24万、マジやばいって、手が震えてまして、やばい。なんでこんな気違いみたいな金額使ったかっていうと、あの知り合いの実況者の人とね、一緒に福袋買いに行った時に、まあ、1人がね高額福袋買い出して、みんなで、ね、そこで気が狂ったごとく、なんか謎のギリギリチキンレースみたいな状態が働いて、もうお前が行くなら俺もみたいな感じで、もうみんな金銭価格がバグってバグり散らすというね、よくわからない感じになってしまって、俺もね普段ね、俺全然金使わないんですけど、ぶっこんだね、その気に、賞金に当てられたわ、今回は。でも、あの、めちゃくちゃいいの入ってると思うんで、その代わり。で、今回はね、めったに、まあ、みんなもね、こんな高額な買い物しないと思うんで、俺の動画で、こういう普段の高額なオリパ、何が入ってるのかを楽しみにしていただければと思います。俺も初めてだ、こんなカード1枚にこんな金額使うのかと、アホじゃないのかと思われるかもしれない。俺はそれでもやっぱり遊戯王が好きだ見ていきましょう。まずは19,300円の方から開けていきます。ローラーに入ってますねこれ怖え、どっちが正解だ。1枚だけ、いや結構入ってる、待って5枚、いや結構入ってるな、結構入ってます。これ見ていきましょう。うわ、プリシクじゃないこれ、これ当たりっぽいな、これ当たりっぽい、プリシク、ダークフレアドラゴン、花水木ちゃんとか、この辺はね、まあまあまあ、ドライトロンとか。で、多分本命はこれ。せーの、プリシク。わぁ、違う、トゥエンティシクトリシューラ。トゥエンティシクトリシューラはいいんじゃないのこれ。トゥエンティシクトリシューラだぞ、これ。いや、これは当たりじゃない。これ、2万円くらいするでしょ、全然するでしょ。いや、トリシューラはやばい、これ。今ね、ちょこっとだけ軽く調べた感じだと、まあ、カードショップだと、まあ、店頭価格なんですけど、まあ、2万円から3万円の間ぐらい、どこの店舗もつけてましたね。これちょっとやばいわ。いや、これはアドすぎる。いや、俺ね、シンプルに最近ね、あの、遊戯王のカードをね、なんかコレクションしてるんで、今ね、遊戯王カードがね、めちゃくちゃ値段上がってるんですよ。なんかジュミナエルフ、あのなんかジュミナエルフだったりブラッドボルスとかもね、普通に1000円超えてたりするので、なんかねすごい遊戯王バブルかなんか知らないけど来てるんで、やっぱ今のうちに欲しいカード持っておこうって思ってね、ちょっとずつねあのコレクションしてるんですけど、やっぱね20シクはかっこいいんで持っときたい、これは嬉しい。トリシューラは多分1万9000円以上はするから、これはねアドですね、これは当たり。いやこれすごいな、しかも他のカードも入ってるからね、花水木とか、俺ドライトロンも組んでるから、これも嬉しいかな、これすごいな、これは嬉しい。いや一休さんいいな、一休さん最強だ。すっき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 一休さん、こっちかな、どの向きで開けたらいいの、これこの向きか、この向きで開けて良さそう、開けて良さそうだね。いや怖え、うわなんかさ、なんかテープで貼ってないこれ、大丈夫これ、何これ、テープで貼ってある、あこれさ引き換え券があるって言われたわ当日、なんか待って引き換え券だったらどうしよう、引き換え券があるみたいな話されたけど、あでも引き換え券はないのか、いやそれだったらやばい、それだったらやばい、引き換え券だったら俺もこれ2日に収録してるから、これ何これ、うわ引き換え券、うわこれもったいなまして、プリズマティックシークレット3枚セットの引き換え券、いやもったいねえこれもったいねえ、動画撮りたかったからこれ当たらないようにね、うわプリシク3枚セットもったいねえ、もったいなすぎるマジで、マジでもったいなすぎる、まだこれは動画前、これは動画前、これはこれとして、これはこれとして動画前ということにしとこう、うわやらかしたなそれは。じゃセロハンテープ来たら怖いやんけこれ、ふざけんじゃねえよ俺の、いやもっとよしよし、プリシク、まあ、プリシク3枚、プリシク3枚だから、どんなもんプリシク
3枚、まあ、これも多分 2万いかない、いくかいかないぐらいだと思う。何がもらえるか分かんない。あ、このオシリス・オベリスク・ラーのプリシクなのかな。多分1万6000円分ぐらいかな、分からんけど、それぐらいになったかもしれない。ちょっとこれはもったいないことしたけど、やっぱ俺は動画撮りたかったから家に持って帰ってきちゃったんだよな。引換券はちょっとミスってしまった。うわ、これいや、エクレシア、エクレシアって高くなかったか。エクレシア、これもちょっと、これもちょっと高くなかったか。いや、これもカードショップの店頭価格だけど2万4000ぐらいしてるわ。もうすーごい爆アドじゃん。爆アドじゃん。ここでこの後これを取り返せるかの戦いだな。引換券頼むから出ないでくれ。いや、動画映えにも程があるでしょ、引換券は。ダメだって、それは。それはか、あ、これ引換券なさそう。まじ引換券あるかどうかの戦い始まってるから。多分これ三原神でしたね。三原神。はいはい。この辺はスーパーレア。ガイアソルジャーとか入ってる。問題はこのカードです。せーの。はい。うわ、サイバードラゴンのトゥエンティシクめっちゃ欲しかったやつ。これも3万円くらいしたかったっけ今。今どれくらいだ。サイバードラゴンのトゥエンティシクは絶対19,300円じゃ買えないでしょ。めっちゃ嬉しい。サイバードラゴン本当に購入悩んでました、トゥエンティシクは。サイバードラゴンとカオスルジャー開幕今悩んでる俺、トゥエンティシク高えんだこれ。高えんだ。でも俺遊戯王マジでイラスト好きだから本当に悩んでたところ、ここで出てくれたのマジで爆アドだ。いや、これやばい、このやばい、これはこれだけだな。これだけちょっともったいなかったマジで。いや、やらかしたな。これは俺の引き運が逆になかったっていう感じだな。はい、ドロー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 、こっちからかな。あ、これ引換券だったらどうしよう。うわ、引換券っぽいんだけど、やばいやばい、なんか白い紙入ってる、やばい、お前たち、やばいやばい、俺しくったかもしれない、俺しくったかもしれない。うわー、憑依覚醒未開封で、うわうわー、もったいねー、こんなに可愛いの。ちょっと今から行けないか、今から行って交換できないか、ちょっと聞いてみようかな、これ。これマジもったいない。マジもったいないって。マジやばいって。いや、マジやばいって、これやばい。これ3万。3万の方、ちょっとこれ後で連絡してみます、これは。これに関して後で連絡しよう、さすがに。ちょっと、当日行かなかった俺が悪いけど。当日これ持って帰ってきちゃった俺が悪いけど、これは。後でこれちょっと連絡してみよう、これは。やばい、これは。やばすぎる。あ、からの？うわ、ブルーアイズ26、やばくない？これ3万円の方開けてます。これやばいぞ、ブルーアイズ26。これやばすぎる、マジで。ブルーアイズ26。やばいやばい、ブルーアイズの26は、多分3万円以上するんじゃない？これも。多分詳しい価格わかんないけど。調べられたら乗っけとくけど。これは3万円以上するぞ。やばいぞ、3万円は。3万円やばい。ほんまにやばい、これ。やばい。やばすぎる。これほんまにやばい。これ3万2バック目。これやばいな。爆破のところの話。あ、これ、トゥエンティシクかプリシクだ。これやばいよ。まあ、この辺もさ、まあ、外れなんだけど、やっぱシンプルに光ってるものを入れてくれてるのはありがたいよね。嬉しいわ。からの、うわー、カオスナックスドラゴントゥエンティシク。これも3万じゃない。3万で買えるか、これは。これ、なんかさ、今カオスマックスさ、普通のなんか通常のレアリティでさえさ、なんか高騰してるよね。やばすぎる、カオスマックストゥエンティシク。嬉しすぎる。おい、3万で買えないんじゃないか。3万ギリギリトントンぐらいな気がする。やばい、ブルーアイズ好きだからな。シンプルに嬉しいぞ、これは。これマジ神だね。もう本当に神バッグ。この引換券だけ、あと引換券だけ。じゃあ秋葉行くしかない、これは。せーの、はい。うわー、ロゼちゃんロゼだ、やばい、大当たりしか入ってない。これやばいぞお前たち。いや、ロゼ20しかえぐい、えぐすぎる。エグミザウルスがすぎる。これやば、これ3万爆発だぞ。これ24万使ったけど24万以上だぞ。これやばいって、これやばすぎる、これは。はい、お、コスモクイーン、シンプルに嬉しい。え、すごっ、シンプルに嬉しいよ、このコスモクイーン。え、しかもそこまで状態悪くない、ちょっと欠けがあるけど。え、コスモクイーンがなんなら嬉しいんだけど。コスモクイーン嬉しくないか。からの、せーの、うわー、俺が欲しかったやつ、俺がさっき欲しいって言ったやつ、カオスソルジャー開幕トゥエンティシク。お、一休さんという神店舗一休さんというクソ神ガチ神店舗、やばすぎる、やばすぎる、一休さんというクソ神ガチ店舗、マジやばいね、これすごい、ラストです。いや、カオスソルジャー開幕マジ惜しかったんだよ、テンティシク。うわ、もう俺はちょっと感動しすぎて倒れそうだ。
マジぶっ倒れそう。やばすぎる。俺やばいね。やばい。俺やばい。ほんまに神。じゃあラストいきます。ラストいきます。はい、アクネミシスとか DDD とかこの辺は良くて。からのテンティシクナーニ。わあ、かわいい。カイダちゃん、戦闘機ですね。これもいいですね。いや、でも、ここに、俺の中でここに比べたらあれだけど、多分カイナは3万はいかない気がするけど、まあ、こっちで多分取り返してる。こっちで取り返してる。これはやばい。あとはこれだな。あとこの引き換え券。あとこの引き換え券だけ。ちょっと待って、これね、もうちょっと2個あって、これ別日に買ってたやつ。ちょっと前に買ってて、これ。これちょっと高すぎて、開封が怖すぎて開けられなかったやつ。これもね、多分20しく出てくるやつだと思うんで、せっかくなので、ここで、このタイミングで開けてしまいましょう。うわ、チョコマジシャンガールの宿は普通、てか、この辺普通に嬉しいけど、チョコマジシャンガールとかでも。からの、せーの、はい、うわ、レイジャー、戦闘機レイジャー。これも、これ1万8000円ですね。これ1万8000円の、やばやばくない？ちなみに、レイの20しく、もう超有名人気どころの20しく、やばい。これも開けてみます。いや、これやばい、これやばい。これからのカイナ、カイナ、あ、こっちもこっちからもカイナ出てきたよ。カイナはじゃ一応こっちでは外れ枠だったっぽいね。いや、カイナ2枚目です、戦闘機。いや、素晴らしいね、20しく。いや、でもこっちだったら普通に1万8000円だったら、もう多分同じトントンぐらいですね、これは。っていう感じで、ちょっと、これ、今回は爆発だったな。ちょっとこれは聞いてみよう。はい、皆さん、収録別日になっちゃいましたが、あれからね、帰ってきました。引き換え券を交換して、もう丁寧にね、対応してくださって、本当に感謝でございます。まずはこちら、引き換え券プリシク、オシリスの天空竜、オブリスクの巨神兵、そしてラーの翼神竜、3枚セットですね。このプリズマティック、ゴッドボックスの価格がめちゃくちゃ上がってしまったから、こいつらもね、必然的に価値が上がってしまった。この3枚嬉しいですね。で、他の動画になっちゃうんですけど、そこではね、オベリスクが2枚引き当ててしまったんで、福袋の中から。だったから、オシリスとね、ラー持ってなかったんで、いや、これはありがたいですね。でも、もし、多分来ないと思うけど、プリズマティックゴッドボックスの再録が来た場合は、これならの価値が多分、だいぶ下がってしまうと思うんですけど、今はね、これ結構ね、価値ある3枚ですね。いや、3枚揃えてる人はなかなかいないんじゃないか、これ。いや、3枚揃えられてるっていうのは、これ3枚揃ってるっていうのがね、だいぶ価値あることだからな、これは。ありがてー。そして、でねー、こちら、憑依覚醒デュエルセット。かわいいね、霊使いちゃんたちのやつ。でね、これね、多分、これメルカリとかで見たら1万4000、1万5000だったんですけど、これ多分、開けなければ、今後どんどん価値上がっていくと思うんですよ。でも、そこは動画投稿者愛の戦士、開封しましょう。開封しよう。まあ、俺はね、どうせ転売しないんで、これ開けて自分のものにした方が一番いいね。いや、開けなければ価値はどんどん上がっていくんだけど、いや、これは、俺は開けて使う。やっぱ遊戯王っていうのはそういうためのもんだからな。それじゃあ開けていきましょう。未開封新品ちゃんでございます。さあ、これでだいぶ価値が落ちるぞ。半分ぐらいまで落ちるんじゃないか、これの。このね、このテープだけで。これだけでね、多分価値が切ってしまえば半分以下とかになってしまう。それが恐ろしいコレクターの世界。いや、でもこれは可愛い。うわ、すーごいこれ。いや、これは嬉しいな。これは嬉しい。これはなんか何も入ってないかな。こういうのもね、ちゃんと見といた方がいいね。いや、これはマジで美しいね。可愛い。これはめちゃくちゃ可愛い。これいいな、このスリーブ。ちょっと使えねえよ。開けたはいいけど、こんな可愛いスリーブ使えねえよ。それと、こちら、シークレットのカードかな。はい、来ました。来ました憑依覚醒のシークレット。もう可愛いね。やっぱ、最近でこそね、こういう、なんか、遊戯王萌え路線っていうか、可愛いカード増えてきてますけど、やっぱこのあたりね、このあたりの昔からある、この、元祖ではないけど、元祖はガールとかそのあたり、あ、なんだろう、ライデンニャンニャンとか、そのあたりになるのかもしれないけど、こういう昔からある、やっぱこういう可愛い萌え系カードっていうのをね、やっぱり俺は思い入れがあるので、ね、好きですね。憑依覚醒の、シークレットと、多分本命はこれかな。ちょっと映りきるかな。引きにして、
だん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 、うわこれは嬉しい。どうですかこのプレイマット、ヒータちゃん、アウスちゃん、あヒータちゃん破れてるねそこは。いやこれはこだわりを感じるポイントな、これはこだわりを感じるポイントっすね。でエリアちゃん、エリアちゃん、ウィンちゃん、愛の戦士くんは、まあ、ウィンちゃんとかエリアちゃんが好きですね。ヒータも、なんか強気な子も好きなので、ヒータちゃん。アウスはメガネ属性がないんだけど、メガネ属性があるやつにとっては、まあ、アウスはね、たまらない一品ですよね、これ。はい、というわけで、今回は24万円分の、という超高額ゴリパを引いたところ、どうだろう金額的には、まあ、多分、わからん。ワンチャンちょっと少ないかもしれないんだけど、遊戯王って多分、20しくは、多分下がんないやつは下がん。サイバードラゴンなんて無限に上がっていくと思うんで、価値。多分カオスソルジャーとかもそうじゃない？この憑依学生も開けなければ、多分、めちゃくちゃ上がる可能性ってか、多分ずっと上がっていくと思うので、こういうの、そういう価値とかを考えたら、全然お得。全然お得だし、なんか、あの、大当たり引けてないんですよ、俺ちなみに。これ大当たりが、20のね、ブラックマジシャンガール。もうそれが大当たりって書いてあって、それ引けたら多分それ今どんくらい14万、15万くらいすると思うんで、それを引け、それが当たりになってるから他が、あの、必然的に下がっちゃうのは仕方ないんだけど、もうそれ引けてないでもこのお得感はやばいね。当たりを引けてないでこのお得感っていうのはね、だいぶやばいと思うわ。これは本当に良かった。いや、マジ遊戯王はね、もう見てるだけで幸せになれるから本当に嬉しいわ。これはちょっとね、大切に保管していきたいと思います。まあ、これは保管どころかも開けちゃってるんだけどね。まあでも、やっぱね、開けて眺めて使うために存在してるからな。あ、こういうプレイマットっていうのは。これもね、ちょっと眺めてしゃぶっていくわ。一緒にお風呂入るわ。この5ピーするわ、5ピー。いや、というわけで、これ本当に嬉しい、俺は。よかったよ、本当に。マジで嬉しいです。24万っていう、めちゃくちゃ高額だった、確かに。もうね、24万もあれば半年生きていけるよ。半年生きていけるだけの額を、つぎ込んで買っただけの会話あったと思う。本当に嬉しい。俺大好きなカードに囲まれて本当に幸せだ。この2枚なんか本当に購入検討してたから、マジでこっから出てきたの嬉しいですわ。はい、というわけで、今回は高額オリパー買ったんだけど、めちゃくちゃ幸せに、幸せな気分になれたので、もうすべてお得、オールお得、またまたお得になってしまったパック開封で。というわけで、皆さんここまでのご視聴ありがとうございました。バイバーイ。